滋賀の経済情報が集まり発信する番組滋賀経済ナウさあ皆さん、はい、いよいよ今週は我が番組コメンテーターの佐藤健二さんが登場しますはいすごく楽しみにしてましたパナソニックの小川役員との対談ですよねそうなんです、はい、ではそちらをご覧いただきましょう大阪門真市の事業部番組コメンテーターの佐藤健二さんがアナログのレコードプレーヤーで注目の

まずのテクニックス、はい、久,々久々の再登場と言いましょうか今、非常に市場で話題になっていますけれども、はい、まずその反応と言いましょうか、はい、特にその世界での反応ってはどんなものでしょうかそうです、ね、あのは2014年の9月に、はいえー、ベルリンでドイツですね、はいはい、復活を宣言させていただきまして、はい、で商品は2015年の1月に。はい 出しましまてですね、はい、それからまあ約1年半の間、うん、まあラインナップも少しずつこう拡充をいたしまして、はい、で最初に投入しましたのが、えー、アンプとプレイヤーとスピーカーという、うん、本当にハイファイオーディオの真っ、うん、ただ中というところを出したんですけどですねそう今年の4月に、はい、私どもの,あの、まあ、アイコニックな商品でございますけどもダイレクトドライブ方式のターンテーブルを、はい 出すことができましてテクニックスといえばダイレクトドライブそうですねまあもうあの発明をしてもう何十年にもなるんですけれどもやっぱりあのダイレクトドライブの音が素晴らしいということでですよねの本当に待ち焦がれていた方々にもうあっという間にですね世界限定生産1200台海外国内ともに えー、もうあの出尽くしたというところで30分だったって噂が国内はそうですね、はい、30分で完売いたしましてやっぱり SL1200、はい、ユーザーがとってもそのコアのユーザーが多くって、はい、結構待ち望んでた方がいっぱいいらっしゃったんでしょうねそうですね SL1200 という品番にこだわったのも、うん、やっぱりもうずっとこうあのロングセラーで、はいえー、あれは1200から始まってマーク2が本当にあの DJ の方々に愛され続けて、うん、でそれからマーク6まで、はいえー、ずーっと最後まで、うん、テクニクスが200、まあ、2008年にですねブランドとしては、えー、パナソニックに統一されましたので、うんえー、ちょっとそこで休眠してしまったんですけれども、はいはい、2010年生産終了するまで最後まで残ったのがターンテーブルのプレイヤーだったんですね。そういういい意味ではあの若い方々も、うん あの今回あ、またプレイヤーが出たぞということでうん、うん、非常にネットで、ね、話題になりまして、はいはい、そういう意味では世界中であの、まあ、注目をしていただいているかなと思います。最近は ハイレゾハイレですねゾ音源出てきてこの辺りやっぱり一つのきっかけなんでしょうかね。そうですねやっぱりハイレゾーションということでは実は私も昔音響研究していた頃に DVD オーディオとか SACD とかもうその当時でハイレゾーションというこをやっていたんですけれどももう一度やっぱりこのネットワークインフラが環境が豊かになってきたところで。 また、高音質のコンテンツが配信されるようになってきてまた、いい音で聴きたいというお客様も増えてきたというところで,です、ね、あの入れぞという言葉が注目されるようになったというのも大きいですね。一時その音楽というのが まあデジタル化をしたのかもしれませんけれどもどんどんその小型化をしていって手軽になって、えー、どちらかというと今の若い方々はもうスマホで音楽を聴くそうで,す、ね、ですからその音の出口がほとんどそのイヤホンとかヘッドホンとかっていうことで、うん、もしかすると今スピーカーというのが多少死後になりつつある <laughs> いやそうなんです、うん、実はもう2000年のミレニアムを境に、はい、もうどーんとこーあとライフスタイルも変わりましたしリスニングスタイルも変わりましたし若い方々はまずメディアというものを見たこと うん、ですからオーディオ機器も見たことがない、はい、ほとんどの方はパソコンとスマホと、はい、もうダウンロードですよねそうなんです、はい、あとですねあのたまたま私はずっとマーケティングやってもんですから、はい、非常にあのその立場から興味があるのは、はい、あのテクニクスというブランドを復活をなさったというその背景をですね、はい、あの普通はあまりおやりにならないですよね一旦このブランドって終わってしまうと次のブランドをお好きになられるというのは大体普通のパターンだと思うんですけども、はいうん、今回この 公共でっていうマーケットにもう一度出ようとその時のブランドがあえてテクニクスが選ばれた理由というのはそうですねやっぱり一番大きなものの理由は、うん、テクニクスというブランドがまだまだずっと愛され続けていて、うん、でそして、まあ、実際にこうブランド認知率という数字から見ましても、うんえー、欧州例えばドイツイギリス、うん、それから日本、うん、こういうところでは 40%50%60%、うん、に近いーセンい 認知率を上げている地域もございますので、うんはい、そういう1965年生まれのブランドなんですけれどもで,、ね、でもやっぱり長年かけて培われてきたそういうブランドバリューというものがまだまだパワーがあるということが一番大きな理由だと思いますし、うん、もともと松下さんでナショナルっていうブランドがあって、はい、で海外に進出してパナソニックっていうブランドが出きている。はいはい でそれ以外にもそ,のそれぞれ商品にブランドをお付けになられて、はい、で僕らから見るとそのパナソニックさんのブランド戦略ってなかななかかか読めなかったんですよね、えーあのーまあ、今まではその大きな、えー、ブランドの中にサブブランドという考え方で<ー>私たちのやっぱり、えー、ビエラとか、うんえー、ディーガだとか。 であのテクニックスもそうなんですけどルミックスだとかそれはサブブランドという位置づけだったんですけど、はいすね、今回テクニックスはサブブランドではなくて、うん、個別のブランドで、うん、パナソニックと一線を隠して出させていただいたんですねだからそういう意味では、まあ、非常にあの大きな確信ではあったかなと思います。うんうん、今までの パナソニックさあのやっぱりあのやっぱり一つはグローバルでというところで、うん、一回はそういうパナソニックという一つのブランドにまとめたんですが、うんはい、でもどん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 そのローカルフィットということで、うん、地域の方々にまあ密着をしながらそのライフスタイルも含めて、うんえー、やっぱりその多様性というところを大事にしていくと。うん そのローカルフィットというのがものすごくこの大事なキーワードになってきましてですねだからそういう意味ではあの n ン g l o b a l なんですけどもアクトローカルでいこうということでやっぱりブランドの考え方もそういうふうになってきたというのありますよねなるほどもう一つ実はこのテクニックスが出てきた時に我々が驚きだったのはちょっとさっきもお話ございましたけどターンテーブルでまあ ここれをその復活させることにななった背景なんですけどもまあ一つやはり大きいのはフイルズを含めて今デジタル化っていう方向が一つも大きな流れとしてあると思うんですが、はい、ここにあえてターンテーブルというアドルグ語が入ってきたでここが、まあ、さっきのお話でいうと元々もともと予定にあった。<laughs> 計画通りのの話なのか、うん、あるいはやはりそのテクニクスというブランドを考えたときにどうしても出てくるアイテムだったのか、うん、この辺りは私、2014年の5月にこのオーディオの、まあ、今の部署に私、着任したんですけども、その時に、えー、テクニクスを復活宣言したら、うん、きっとテクニクスのターンテーブルを出すんですか。 どうするんですかとと質問が来るという想定はしてたんですねじゃあそ,もそもあのその社会の皆様方のそういう、えー、お問い合わせに対してどう答えようかというので、うん、やっぱりでもテクニクスの強みといいますかね、うん、あの先ほども申し上げたやっぱりアイコニックで、うん、あのやっぱり戦略的にこうブランドを考えていくときに。 外せないカテゴリーであろうと、うん、でも私たちまあ立ち上げる時はやっぱりこのデジタルネットワーク時代にということでもうあのリファレンスクラスなんかはも本当にフルデジタルでえまあ技術をこうまとめ上げているんですけれどもでもやっぱりそのお客様の声市場の声と私たちのそういう強みとでブランドのやっぱり何て言うんですかねこう個性というかそういうものを訴求していこうとすると。 アナログのそれもダイレクトドライブという私たちが発明したそれは外せないなというのがあのその時の私の素直な気持ちだったんですねでた最初からラインナップとしては一応お考えになっていらっしゃるものすごく悩みましたっていうのはやっぱりものづくりがですねもう何十年前ともうがらりと様相が変わっていますので本当に過去のテクニクスを超えるターンテーブルができるんだろうかと。 いうところが非常に悩みましただいぶダイレクトドライブと言いながらも、えー、昔のダイレクトドライブとは今回はだいぶ変わったみたいですねモーターをですね、はい、もう新規で開発しまして、はい、前はなんか不思議なあのターンテーブルのアルミの中に部品がくっついてるみたいな、ね、不思議な構造でしたよねまあ,あのやっぱりその当時その時代であのできる最高のことっていうのはやっているはずなんですけれども、うんうんうん 今回はやっぱりそこにそのサーボでデジタルのサーブでですね、うん、まあ過去にはできなかったぐらい精密なサーブをかけてそれでその回転制御をしてムラのない、うん、本当にこの安定感のある、うんはい、そういうものを、あのーまあ、やっていこうというふうに技術で決めましたので,でそれにふさわしいモーターをさらに開発をしてじゃあやっぱりその過去にはできなかったことを 今回やりましょうということで徹底してこだわり抜いて出した答えが今の s l s 2 0 0 g というクラスなんですけどもどうでしょう全体として商品が揃ってきた時にある意味で言うとデジタルをベースにして商品設計をなさってこられた中にアナログの音源が入ってきてシステム全体としての昭和性といいましょうかそのあたりはどんなものでしょうか アナログ私たちがそのデジタルに1982年に初めて、うん、コンパクトディスクプレーヤーの1号機出した時にはどうしてデジタルの音がこんなに悪いんだというふうに言われたんですね、うん、<laughs> で評論家の先生方にもねでそれで私はそこからじゃあデジタルの音はどうやったらよくなるんだろうかという研究を始めたわけですでそうすると必ず 一方ででやっぱりアナログという世界があるんですねじゃあアナログはどういうふうに進化してきたかということとデジタルがどうやって進化していくかっていうのは常に並行して私の中でありましたから今も別にそのアナログとデジタルっていうのは葛藤することなくそれぞれにすごいやっぱり良さがあるんですね。でまあ もっと言ってみれば究極のデジタルはアナログだというぐらいですね、うんまあ、音源アナログですからねそうなんですそうなんです、はい、ですからそのアナログの本当に音の入り口、うん、マイクからそういう制作プロセスから全部含めて考えたときにもちろんそのデジタルの良さって制作プロセスもものすごく効率よくなりましたしいろんなことで良し悪しがあるんですけれども、はい、やっぱり音楽全体それから音の世界全体を考えた場合には。 いや私たちがもう自然にその究極のアナログと究極のデジタルをね、うん、あの追求していくのはやっぱりこの技術者のその技術が牽引するテクニクスということではまあ自然な姿なのかなというふうに思います。うんうん、女性の方ってどうなんでしょうかね。女性本当はお母さん女性でいらっしゃいますけども <laughs> の女性のオーディオファンっていうのはどうなんですか。女性のオーディオファンはねまだまだ少ないんですよそういう意味では。いやもう今までやっぱりその 車オーディオ時計カメラというのはやっぱり男性の趣味道楽だというそういうねあるんですよテレビですそこから車が解き放たれカメラが解き放たれ時計もね今別にで最後オーディオだけね残っちゃってるんですよね。 私はやっぱり音楽好きな人っていうのは男性、女性半々いるわけですから、うん、女性にももっとねオ、うん、オーディオでいいオーディオで聞くといい音楽が聴けるっていうのを、うん、やっぱりあの分かってほしいなという気持ちがありましてね、うん、今回の商品の中ではどううででしょうか今回のの商品の中では、まあ、一番新しい、うんえー、私ども C500 ってオッターバという名前つけたんですけども,、はいはい、も結構、スピーカー小さですよ、ね、小さというのも非常にこだわりましてね。うん やっぱりそのリビングルームいくら大きいといってもやっぱりねある程度こうコンパクトで,であのおしゃれじゃないと置いていただけないような、ん、<laughs> <laughs> オーディオがあまりにもこう存在感がすごすぎて,てだからそこでやっぱり女性が近寄れないところがあるのかなというふうふにも思いましたね今回本当に思い切ってすごく難しい条件だったんですねコンパクトな中に全部技術を凝縮するというのは。 ただし、みんな最初はもう100%抵抗されてたんですよ、そんなのできません、難しすぎてできませんだったんですけども、やってみるとやっぱりいいところまで頑張ってですね、何か新しい提示はできたかなというふうに思いますますますこれから新しいターゲットの開拓も含めて、ブランドとしては成長していく。 といううこでしょねそうですね,でね,ですね成長させないと、うん、あの実は1965年生まれのテクニクスが2015年で50周年迎えたんですね、うんはい、で2015年の9月にまた2年目のベルリンのコンベンションで、うんえー、去年は復活宣言しました、うん、今年はこれから50年もい、うん、輝き続けるブランドにしますって言ってたまたディーラーさんの前で私、うんはい えー、なんというか、まあ、風呂敷は広げてませんけれども、はい、夢を語りましてですね、はい、そういうことがありましたもので、うん、やっぱりこれから輝き続けるブランドにするためにはどうしたらいいのかっていうのは常に悩んでます。さんん、はい、私近くでで聞かせていただいたただすけど、はい、もうまずね あんなに楽しそうな佐藤健二さん、初めて見ました。そうなんです。もう生き生きしてらっしゃいましたよね。生き生きして、で、はい、二人がもうね、百五十キロの豪速球投げてるような。なはい ものすごい聞き答えありましたも本当私も聞きえありました、はい、ある意味、この世の中に対する逆行であり挑戦ということもよろしいですかですよ、ね、あのやっぱり大きなもので一つにまとまろうじゃなくてこうやっぱ細分化していって強みとかブランド力っていうのは実はその小さなものの中にあるかもしれないっていうこれちょっとヒントになるのかなと思いますね,すねと同時にアナログでの挑戦、はい、これが痛快でね、<や>面白いじゃないですか。面白かったですね 以上、特集でした。はい、では、ここで今週のニュースです。来年春の大学卒業予定者などを対象とした就職フェアが大津市へ開かれました。厚生労働省と文部科学省の調査では、今年春の大学卒業者の就職率は前の年度と比べて0.6ポイント上がった97.3%となり、 雇用情勢は改善傾向にあります。ただ2年連続で採用選考の開始日など採用スケジュールが変更になり事業者側も学生側も少し混乱しているといいます。 いいよいよ夏休みも終盤ですね、はい、さあ子どもたち宿題は順調でしょうかこれちょっと子どもニュースみたいになってますねいやいや私はね、はい、もう自由研究済ませましたよ早いです、ね、なんとですね、はい、ビデオで絵日記を、はいはい、おビデオ日記ちょっとそれは大人っぽいです、ね、作ってきたんですよ、はい、ぜひ見てくださいこちらです8月13日から4日間滋賀県立アイスアリーナで行われたのが「 フィギュアスケート競技会の原産サマーカップ2016総勢およそ500人が出場しました13日土曜日には肉の源さんのキャラクター玄ちゃんも登場選手にパワーを注入しました中でも注目を浴びたのが15日に出場した本田姉妹マスメディアの取材はヒートアップ本田沙羅選手は8歳 堂々とした演技続いてはお姉ちゃんの本田美優選手 お伝えすることができない。はい。すごい生で見るとですね。す素晴らしい発表が。でもこういう風うにたくさん人が集まることによって競技自体の底上げもされると思いますし、はいす,ね、すごくいいことですよね。そうですね。はい、い。したいですね。期待したいです。本当に。はい。はい、ではここで経済イベント情報です。アジア展開セミナーが9月7日に大津市のコラボ市が21で開かれます。 このセミナーは滋賀銀行と滋賀県産業支援プラザが開催するものです6回目となる今回のテーマは海外の活力をビジネスに取り込むハラル市場への挑戦ですなお定員は40人で受講料は無料です業種不問品質管理セミナーが9月14日に草津商工会議所で開かれます受講料は会員事業所は1万円 一般は一万三千円です。なお、定員は二十人です。滋賀銀経済文化センターは新入社員フォローアップ研修を大津市の滋賀銀浜町研修センターで。十月四日から七日にかけて開きます。定員はそれぞれ四十人で、料金は九千七百二十円です。定員に達して、受付を終えた回もあります。 詳しくは滋賀銀経済文化センターのホームページでご確認ください三浦さん、鍛冶屋さんでどんなイメージですかなんかね、職人さんっていうイメージですなるほど、はい、ちょっとね、現代に生きる、はい、鍛冶屋さんに会ってきましたんでぜひはい、ご覧、はい、いただきましょう、はい、長浜市高山町の鉄工房学に行ってきました、はい、あのこの近くに鍛冶屋町という地名があるぐらい、はい、もう昔からねあ 鍛冶屋ささんんがたくさんいたくい地域です、はい、でも時代の移り変わりでどんどん鍛冶屋さんがいなくなってしまったんですね、うんはい、でこちら鉄作家の山田さんは、はい、この鍛冶屋の技術を現代に生かしていこうと頑張ってるんですね。 ここれれ、さん、んほら、もう面になってるですよ、作業ごいこれに合わせてちょっとずつちょっとずつこう曲げていくんですねそうなんですすごいねええもう細かい作業がね続くんですよねすごいヨーロッパではロートアイアンとも呼ばれてるんですけどモンピア、ヘンスこういったものも作ってらっしゃるんですねまたですね芸術作品にも取りまれてて、 ちょっと自分の技術ををかしたアートな作品をね、えー、こんなバラみたいな細かいこともやってらっしゃるんですね鍛冶屋町の鍛冶,が、まあ、鍛冶屋さんが亡くなった理由はやっぱり、えー、農具をの鍛冶という形で農具を作ってましたのでそれの需要がなくなったということで、まあ、衰退ししててくなってしまっまたんですだからその技術的なものっていうのはその残していかなければいけなかったり。 そ,のそこにあったということを残していかなければいけないんですけどそれではあの食べていけないとこもあるんで違った形で火事というものを残していく活動っていうのがちょうど僕がやってるような仕事とこうリンクしてくるのかなと思ってますから鉄を使ってそのものを作るだとか、えー、形を変えていくという楽しさをいろんな方が知ってもらうという活動もしてますしそういったことをし通してその残していけたらなというふうには考えてます。 どうですか皆さんいやー本当にこれ一回技術ってなくなってしまったら取り戻すの大変じゃないですか。でこういうそのいろんな使い方があるんだなっていうのでもうぜひなんかこうねえ門扉とか が置けるような家じゃないですけど、こういうのいつかこう置けるような家に住みたいなとか思いながら、<laughs> そ,その時はぜひ山田さんにお願いします本当に。もうすごいね情熱でやってらっしゃいますんでね、この技術をなくしたくないというね。さて次回もすごい昔の技術があるんですよ。身の別鬼ヶ川工房です。皆さん鬼ヶ川ってわかりますか？鬼ヶ川わかります。なんかあのま眉間的なやつですよね。そう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 。はい、あのね鬼 鬼の瓦ですよね。あれをね作っていらっしゃるんですけど、1400年続くあの技術で、今も手作りなんです。よ手作りなんですね。しかもあの焼くとですね、13%縮まるんですけど、それも見越した技術を結集して作っているお届きの技術ですよ。楽しみにしてます。はい。さあ皆さん、今週どんなことを感じられました。ちょっと今日の私の衣装を見てもらったらわかると思うんですけれども。 これはもうあのブラジルカラーなんですね <laughs> 一応 <laughs> はい、はい、であのリオオリンピックがもう終わるじゃないですか、ええ、で,すで,すで見てて思ったのがやっぱりその自分選手一人の力ではやっぱりメダルって取れないチームが一丸となって始めてその結果につながるでただそのフェアネスっていうこともけあの今回は注目されたと思うんですねロシアのドーピング問題がありましたよねだからそのフェアな チーームプレーってていいいうことをこう我々も考えていかななきゃいけない自分さえよければいい結果さえ出せばいいってことではなくてフェアな精神で,でかつそのチームプレーが大事なんだなと、うん、これってやっぱり会社とか、まあ、学校とかいろんなところでつながる話だと思うので、うん、あの私もちょっと今回こうすごく刺激を受けました。僕もね女子卓球はい よかった最後。 そうですよねあれまさにチームプレーの結集だしあと、愛ちゃんってみんなこうみんな知ってるじゃないですかちっちゃい頃からあの泣き虫だった愛ちゃんがっていうもうなんかそれこそ日本全体がチームのような錯覚を覚えましたよねねメダル取ってよかっただけではなくて私たちも日常生活でもう一度やっぱりフェアプレーって何かっていうのは学ばないと学ばないといけないと思いいいますけなですね。はい 滋賀経済ナウ次回もどうぞお楽しみに